ガオちゃんの西成チャンネル。東京の方の BS 吉本の特番に、もうちょっとした飛行機になります。この飛行機に乗っていきまーす。羽田着きましたね。今日はね、大田区みたいなんで、大田区の風呂屋とかちょっと行ったりして。ありました、ここ。僕ちょっとTwitterとかで見て気になってた、ここ風呂高野湯さん。いや最高でした。でよかったです。これ食べます。ホルモン焼きもいただいていいですか。西成チャンネル。ホルモン食べ過ぎたかもしれないですけども、はい、ちょっとね、まだ雑色駅、まだうろちょろ歩いてまして、はい、ありました。ここにも結構お風呂の街ですね。テルノ湯さん、テルノ湯さん、あ、なんかちょっとネオンが光ってておしゃれな感じですね。黒湯がなんか有名みたいですけども、はい、ちょっとここちょっと行ってみたいと思います。さっきのとこ歩いて5分ぐらいでしたかね。西成チャンネルということで入ってきました。テルノ湯さんでございますね。温泉サウナヒノキ風呂ということで、ほんまにね、噂通り真っ黒のお湯でしたね。江戸黒ですね。これが黒湯、あんなに黒いんやっていうぐらい、お風呂がほんまに深さがわかんないですね。でも気持ちいいです。温泉ですから。ヒノキ風呂があって、そのヒノキが古代ヒノキ、樹齢1000年以上のごっついヒノキで生きたヒノキ風呂でドーンってあって、で横にジェットバスとか電気風呂あって、でその横にこうジャグジーの真っ黒のちょっとぬるめの黒湯が、すごい気持ちよかったですね。で水風呂も黒湯なんですよ。で露天風呂も黒湯で、すごい気持ちよかったですね。綺麗な落ち着く日本風の和風の露天風呂で、いやこれが江戸の銭湯ですね。ちょっと東京弁も出ちゃうかもしれねえよこれ。あんだけ黒い湯に使ったらさ、言葉は東京になっちゃうよ、ほんとに。いやー、ティアンデーだよ、ほんとに。いやー、ほんとに気持ちいいね。ちょっと、ほんとにこの雑色っていう街、すごい、お風呂が充実してる街じゃんか。いやー、この黒湯っていうのはいいよね。もうほんとに真っ黒。僕の腹ぐらい真っ黒だった。腹黒だからね、って言ってる場合かよ。まあちょっとね、もうちょっと雑色で、うろちょろしてみたいなと思います。ちょっとね、なんやかんやで時間が夕方ぐらいに差し掛かってきたしね、とりあえずちょっと歩いて。なんか蒲田の方に黒湯が湧いてるらしくて、だからこの辺黒湯が多いみたいな、そんな情報もちょっと目にしたりして。とにかく気持ちいいからそれでいいじゃん。じゃあまあまあちょっとね、行くよ。とりあえず雑色でもう一軒ぐらいだけ、ちょっと濡れていきたいと思います。もうはしごなんで、魚ぐらいも濡れてるんで、今日は魚ですね。東京はケロリンの桶の大きさがでかいですね。大阪の方がちっちゃくて、あと浴槽の周りに座るとこがね、東京やっぱないですね。大阪はだいたい座るとこあるんですけども、面白いですね。いつも大阪のお風呂入ってるんですけども、なんか一個一個が新鮮で趣深いです。気持ち高まります。このパチンコ屋もなんかええ感じ、ええ街やね。雑色、東京といえば雑色やね。もう西成チャンネル。天然温泉ヌーランド、結構デカめの施設なんですけども、はい。わ、すごいですね。こう結構なんか休憩するスペースがあったりとか、結構規模デカめの銭湯です。楽しみでーす。3棟目でございます。増式多いですね。西成チャンネル。はい、入ってきました。天然温泉ヌーランド相模湯さん。気持ちよかったですね。ここも、黒湯でしたね。結構いろんなジェットバスとか、寝湯とか、いろんな風呂があって、結構バリエーション多くて広くて、結構ファミリーでも来やすいようなお風呂で。スーパー銭湯料金払ったら、その休憩スペースとか、こうゆっくりできる、結構がっつり銭湯施設ですね。でもお風呂だけやったら、銭湯料金の480円で入れて。お湯がいいですね。ちょっと曇ってきましたけども。かなり体もふやけてまいりました。もう魚です。もう魚以上に濡れてるかもしれないですね。ちょっとした。軽めの魚よりが濡れてるかもしれないです。あ、露天風呂も良かったですね。ちょっと離れにあって、そこも露天風呂もね、黒湯で。この季節特にね、露天は気持ちいいです。ちょっと曇ってきたよ。気持ちは高まってるけどね。気持ちと高まりとは反比例して、天気は曇ってきておりますけども。蒲田駅の方まで歩いて、品川の方にもちょいちょい風呂屋さんあるんで、品川の方ちょっと向かいたいと思います。西成チャンネル。住みやすそうな地域ですね。まあ、東京にね、来ることだったら、蒲田とかもね、住んでみても良さそうですね。すごい静かで、なんか、お風呂屋さんも多いし、ええ感じです。好きな感じです。地元があります。地元かなって思ったっす。東京やね。蒲田やね、蒲田。味あるね。
東京の電車やなぁ。東京の電車の音がしてますね。東京の電車の匂いと色と余韻と全て東京です。東京じゃんっていうかね、すげえ東京じゃん。いや気持ち高まってきたじゃん。蒲田駅の前ええ感じですなぁ。なんかええ感じのちょっと住みやすそうなええ感じですわ。うわラーメンとかもあるわな。食うたろかな。腹減ってきました。ちょっと品川の方、攻めたいと思っております。あちこちに湯沢屋がめっちゃ布売ってるんですけど、何この布こんなに売ってる駅前知らんよ。あちこちに湯沢屋あったよ。こっちにも湯沢屋。こんなに布って売れんの面白いねこれ。気持ち高まるよ。出ました。こちらが京急蒲田駅ですね。京急蒲田駅で品川の、旗野台っていうとこ、ちょっと行きたいと思います。こちらにもちょっとね気になる銭湯あるんで。京急じゃなくて東急でしたね。僕が乗るのは東急でございました。東急五反田行きで行きたいと思います。これに乗って品川の旗野台というとこ行きます。西成チャンネル。品川の、旗野台という駅に来ました。品川区です。めちゃくちゃおしゃれな、駅ですね。温かみのある、昨日温かみのある。さあ品川に進出でございます。こちらにも何軒か銭湯あるんで楽しみです。とせっかくおにぎり作ってきてるんで、おにぎり1個食べたいと思います。混ぜご飯で中に梅干し入ってる。まさか旗野台でおにぎり食うとは思いませんでした。サ飯ですね。うまったまりません。でかっ。 これでピッてした。サイズオーバーで見せて。ピッとするにはでかすぎるって。これスイカこれぐらい。スイカここに入ってる。ここに。どうもめっちゃさんです。久しぶりやね。久しぶりですね。美浜ドラマの撮影も終わって。そうですよ、ようやく終わって。ちょっと毎日連絡が取ってるけどなんか久々な感じだよ。まさか旗野台で。旗野台でなんか俺なんか降りたことないよ。俺は乗り換えでしか使ったことないわ。あ、そうな、ちょっとここ風呂屋何軒か。あ、そうなんや。調べついてるから。うわ、美浜も初めて。そんなこと。そうやな。めっちゃさんもだいぶ銭湯行ってるもんな。俺も銭湯好き。あの風呂好きやな俺。昨日聞いたらいっぱい、いっぱい候補くれたから。うん、そう、とりあえず。とりあえずな。送ってきたからな。ほんまに久々感ないな。美浜来ましたよ。美浜って東京来んねや。うん。てか、なんかあれやな、東京も住みやすそうやな。ちょっとなんかお風呂の匂いするよ。あれ、何これ？え？ここちゃう？あ、コインランドリーや。あるってことは。ってことは絶対ありますね。これはもう。出ました。ここです。中野辺記念園。綺麗やね。うん、綺麗やけど味あるね。うん、渋味。え？ちょっとこれ行きますか。露天風呂とかいろいろある感じやね。西成チャンネル。よいしょ。うわ、最高でしたね。お客さん。抜群の湯でした。抜群のお湯でしたね。ファミリーがゆっくりできるような感じの。そうですね、地元地域密着型のね。地元密着の。なんか、お風呂も。今日はなんかな、週替わりのあれであれやけど。なんか露天風呂の滝がある方があったりとか。うん、でも露天風呂も良かったしね、広くて。お湯が気持ちよかったね。で、ユトンっていうなんか、金属のマッサージ機あったりとか。うん、珍しい。で、電気風呂。もうすごい気持ちよくて。俺腰悪かったんやけど、ちょっと今楽になったわ。いろんなバリエーションある。こう、ね。で、しかもあのな、サウナも、ミストサウナやけど、ただで流行りだし。そうそう。タオル無理やねんな。タオル、バスタオルを無料で貸してもらう。ちっちゃいのと大きいの。これ優しい。だから、受付のな、受付のな、方がすごい親切やったな。いっぱい教えてくれて。関西人には負けへんぐらいのな、マシンガントークやった。確かにマシンガンだったね。うん。ちょっともう一発かましたいと思います。西成チャンネル。見えてきました。結構暗くなりましたね。もうそんなに行かれへんな、時間的に。やっぱあれやな、もうまだ寒いから火落ちるの早い。早いね。そう、でも近いね、結構。いや、そうやで。ほんま、みんなどっちでが終わらないな。でも30メートル先からいい雰囲気漂ってますね。子供の声が聞こえる銭湯はええねん。地元だな。そうそう。ここなんか良さそう。綺麗やね。めっちゃ全部でかいこれ。いや浸水めっちゃいい感じやん、この宮造りというか。ちょっとこれは楽しみですね。西成チャンネル。いやー、よかったですね。浸水英雄でした。英雄でしたね。これ地下水の、全部地下水使う。まろやかな、はい、お湯ですっていう。まろやかなお湯でしたね。うん、露天風呂も結構石の感じでね。その上にちょっとね、ウッドデッキで作った整い場、本格的な休憩場があって、サウナ
好きにはたまらないんじゃないでしょうか。いや気持ちよかった。炭酸泉よかった。炭酸泉よかったね、ぬるめの、うんうん、結構低温やったな、うん、いろんな風呂あったりして、うん、中減った。腹減った。ちょっと軽くかまして、うん、いきますか。石成チャンネル、ちょっと畑の大名物ジャンボラーメン食べていきましょうか。ジャンボラーすごい、ね、あめっちゃうまかったな、うん、エビチリチャーハン。エビチリチャーハンどうやって、うまかった。うまかった。ラーメンは、ラーメンうまかった。なんか餃子とかニラレバも食べてほしかったみたいな。なんか帰り際にあんの言われるなんかな。お酒飲んで帰ってください言われたな、うん、なんか人情味あふれる街やね、旗の台。な、うん、俺もこんな街思わなかった。いやめっちゃさん、そろそろお別れですな今日。あそうやね、今日はまた電話でもしましょう。うん、 ありがとうな、宮山。うん、お疲れ。お疲れ。あった、よう濡れました、魚。魚ぐらい濡れました。ほんまに？はい。俺も豆腐ぐらい濡れたわ。いや、豆腐もちょっと濡れてるけど。西成、西成、西成チャンネル。